はい、はい、じゃあ今日も気晴らしやっていきたいと思います。はい、はい、ということで今日も行きたいと思います。気晴らし、パンダさん、パンダさん、今日はパンダさんがちょっと出張中でいないので、ちょっとパンダさんのぬいぐるみだけいます。ということで気晴らしは、何かと忙しいあなたにお昼のホットひとときを提供する気の抜けるラジオです。はい、で今回は、まず今週の基盤インターナショナルと、製品情報は PPT2 フラッシュ、それと、まあ、FAQ ということでやっていきたいと思います。さて、今週の基盤インターナショナルですが、前回もちょっとやったんですけども、今回も改めてやってみたいと思います。タホイヤ。タホイヤっていうのは、なんじゃわほいと言いますと、タホイヤとは、辞書を使ったゲームです。辞書といっても特に、広辞苑にある聞いたことのない不思議な言葉を出題します。で、出題者が本当の、まあ、広辞苑に書いてある意味を書いて、参加者は逆に嘘の意味を書いて、その中から正解を当てるというゲームです。これ実はですね、前もやったんですけども、ユーストリームで投票機能というのが使えるので、この投票機能の実験企画としてちょっとやってみたいと思います。はい、それでは、こちら。今回のお題は、ボイノスですね。ボイノス。ということで、このボイノスの意味をですね、皆さんに、ツイートしてもらうのではなくて、何でしたっけ？投票です。POLL というのが画面のですね、今の、画面の左下の方にあるかと思いますので、そこをクリックしてみてください。すると、今回のこのボイノスの、まあ、一つは広辞苑に書いてある本当の意味で、他の三つはですね、嘘回答なんですね。これをちょっと、使って投票してもらいたいと思います。で、この、まあ、実際、ポル機能をどういうふうに使うのかというと、あらかじめ問題文をセットしておくんですけれども、問題文さえテキストベースで用意してあれば、その都度その都度投票することができますので、ニューストリームの使い方としてなかなか面白いやり方なんじゃないかなと思います。ツイッターラインでもちろん参加されてもいいんですが、こういうふうに投票結果で、こちらでも投票結果がわかるので、面白い使い方なと思っています。トルって今何名入っているかとかって分かりますか？4名お答えいただいてます。4名お答えいただいてますね。はい、で今回はボイノスなんですけども、まあそのググられてしまうとすぐ分かっちゃうんですけども、せっかくだからちょっともうちょっと投票タイムを設けたいと思います。ボイノスで今一番意味がたくさん来ているのはどの単語ですか？イギリス良心的云々関連。ああ、イギリスの良心的が3名ですね。1名は、もう1人は。追い立てるようにして載せる。追い立てるようにして載せる。なるほど。はい、それでは答え言ってみたいと思いますが、すいません。答えはですね、言ってしまうと、広辞苑に書いてある答えは、追い立てるようにして載せる。追い立てるようにして載せるでした。ということで、1名の方、正解です。おめでとうございます。
はい、ということで実はこのポル機能をいく何回か使ってみたんですけども、ポル機能は必ずあのユーストリーム、まあ、ユーストリームも使えるんですけども、ユーストリームの、私たちが使っている有料サービスウォーターシェドだと、まあ、必ず毎回ウォーターシェドの画面に行ってウォーターシェドにどんどん書き込んでいかないといけないんですね。なので、まあ、ちょっとまだ使い道としては、まあ、その度その度ごとの集計が取れるわけではないので、今後もう少し使いやすいものが出てくるといいなと思っています。またこの多方位や企画は、まあ、週に1回ぐらいはやってみたいと思います。はい、ということで今週の基盤インターナショナル、もう一つがですね、たまたまあったんですけど、こちらパンダ比較というのをやってみたいと思います。ショガカメラかな。はい、普段のですね、皆さんがお会いしているパンダはこんな感じのパンダですね。ですが今回のパンダはこちらとこちら、何が違うかというと、こちらは日本製、こちらがアメリカ製でですね、よくよく見るとこうお目目の部分があるんですが、お目目の丸にドーンとこう眉毛状になっているのがアメリカのパンダ。おかげでこうおいこらと言っているような感じに聞こえますよね。こちらがこう日本製の、まあ、行儀のいいパンダ、 目の位置とあれがだいぶ違いますよね。というわけで日本対アメリカのパンダ合戦は可愛さの点で圧倒的に日本が上ということが分かりました。はいはい、ということでちょっとまた真面目な部分に戻ってもらって、はい、ということで、いいでしょうか。はい、というわけで、はい、PPT2 フラッシュの紹介に移っていきたいと思います。パンダさんも一緒に。